平野翔ベニュー101でのリアクションが可愛すぎる。ファン騒然の瞬間を徹底解説。2024年9月8日放送のベニュー101で平野翔さんが見せた韓国スイーツへのリアクションが話題に。最近のテレビ番組やバラエティ番組ではちょっとした瞬間が瞬く間に話題となり視聴者を魅了することがあります。それは特に有名人の自然なリアクションや 日常の中で見せる人間らしい表情に焦点が当たることが多いですこれらのシーンは視聴者にとって共感を呼び彼らの人気をさらに強固なものにします特に平野翔さんのようなカリスマ的な人物が見せる元の表情や時折見せる可愛らしい一面はファンにとって非常に特別です最近のベニュー百一での平野さんのリアクションはまさにそのような瞬間の一つでした 2024年9月8日に放送されたベニュー1 0 1で、韓国スイーツが紹介される場面がありました。このスイーツは、ビジュアル的にかなり個性的で、通常の洋菓子とは異なるものでした。それを見た平野翔さんの顔には、驚きと戸惑いが混ざった微妙な表情が浮かんでいました。普段何をしてもクールで完璧な姿を見せる平野さんが、少し困惑したような顔をする場面は、 彼のファンにとってとても貴重な瞬間です。SNS 上では彼のその表情が一瞬にして話題となり、瞬く間に多くのコメントが寄せられました。なんでクッキーを入れたのという質問を平野さんが口にした瞬間、彼の戸惑いはさらに深まり、視聴者たちはその可愛らしい反応に心を奪われました。この瞬間、ファンたちは平野さんの集合対恐怖症についても言及し始めました。 集合体恐怖症とは、複数の小さな物体が集まっている様子を見ると不安や不快感を感じる症状のことです。平野さんがこれまでにも似たようなリアクションを見せたことがあり、そのことを思い出したファンたちは、今回のスイーツのビジュアルが彼にとって特に苦手なものであったのではないかと推測しました。この推測は SNS で次々と共有され、彼の表情の理由について多くの議論が巻き起こりました。平野さんにとって このスイーツはまるで雲の目のように見えたのかもしれないナウシカのオウムを思い出させるビジュアルだったのでは、など、様々な意見が飛び交い、視聴者たちの関心を引きました。ここで興味深いのは、単に一瞬のリアクションがこれほど多くの反響を呼ぶという現象です。これは、現代のテレビ視聴のあり方が SNS と密接に結びついているからこそ可能になったものです。以前であれば、 テレビで放送された内容はその瞬間だけで終わってしまうことが多かったですが、現在では視聴者が自分の感想や意見を SNS で共有することで、その瞬間が拡散され、さらなる議論や注目を集めることができます。平野さんのリアクションが、かわいいというだけでなく、なぜそのような表情をしたのかという深く釣りがされることで、視聴者たちはより一層その瞬間に引き込まれるのです。さらに 今回のベニュー百1 0 1の放送で注目されたのは、平野さんだけではありませんでした。彼と一緒に登場した岸優太さんや神宮寺優太さんもまた、異なる形で視聴者に印象を残しました。特に岸さんは、スイーツの見た目に対して興味津々な表情を見せ、神宮寺さんは、冷静にスイーツを見つめながらも、平野さんの反応に対して軽く笑みを浮かべていました。このように、 三人さん用のリアクションが一つのシーンで展開されることで、視聴者はそれぞれのキャラクターに対する新たな一面を発見することができたのです。平野さんのリアクションに話を戻すと、彼の集合対恐怖症という一面が再び注目を浴びたことは、ファンにとっては興味深いポイントでした。多くのファンは、彼が以前からこの症状を公言していたことを知っており、 それが今回のスイーツに対するリアクションにも影響を与えたのではないかと感じています。彼が過去に集合体恐怖症を公表した際には、多くの視聴者がその告白に対して共感を示し、自分自身も同じ症状を持っていることを告白する声が多くありました。彼の素直な一面が、再びこのような形で露出されることで、彼のファンベースはさらに強固なものとなっています。ここで興味深いのは、平野さんの 集合対恐怖症という個人的な特徴が、どのようにして彼のキャラクターの一部として受け入れられ、愛されているかという点です。一般的には、こうした恐怖症や不安症は、あまり公に語られないことが多いものです。しかし、平野さんのように多くの人々に愛される人物が、自分の弱さや恐怖を素直に表現することで、それが逆に彼の人間味を強調し、ファンとの絆を深める役割を果たしているのです。 このような側面は、現代のエンターテイメント業界において非常に重要な要素であり、視聴者が単なる、完璧なアイドルではなく、時には不完全でありながらも親しみやすい存在を求めている証拠とも言えます。また、平野さんのこのエピソードが広く共有され、話題となった背景には、最近の SNS の影響力も無視できません。特に若年層を中心に、 テレビ番組の一瞬のシーンがそのまま SNS 上で拡散されることで、瞬く間にトレンド化する現象が多く見られます。平野さんのリアクションもその一例であり、SNS 上での反応が彼の人気をさらに押し上げる一因となっています。実際に、ベニュー1 0 1の放送後、Twitter や Instagram などで彼のリアクションに対するコメントや自負が数多く投稿され、多くの人々がその瞬間を共有し合いました。このように、 テレビのコンテンツが SNS によって二次的なライフを得ることは、現代のエンターテインメント業界において非常に一般的な現象となっており、それが一つの新しい視聴体験を生み出しています。しかし、ここで考えさせられるのは、果たしてこのような瞬間が常にポジティブな形で共有されるのかという点です。今回の平野さんのエピソードは、幸いにも彼のキャラクターをさらに引き立てる結果となりましたが、一方で、 一部の視聴者が過度に彼の恐怖症に焦点を当てすぎてしまうリスクも存在します。集合体恐怖症は、決して笑い事ではなく、本人にとっては深刻な不快感や恐怖を引き起こす症状です。視聴者がそれを理解し、適切な形で受け入れることが重要であり、単なるエンターテインメントとして消費されてしまうと、本来の意図から外れてしまう可能性があります。このような点を考慮すると、 私たちがテレビや SNS で共有されるコンテンツに対してどのように反応し、どのように解釈するかということは非常に重要です。エンターテインメントの世界では、時折、過剰なリアクションや、注目を集めるための演出が行われることがありますが、平野さんのように元のリアクションが注目を集める場合、それが単なる、演出ではなく、彼自身の、人間味や個性を反映していることを理解することが必要です。 彼の表情やリアクションがファンに愛される理由は、そこに偽りがなく、彼の自然体が映し出されているからです。それが今回の、ベニュー1 0 1での瞬間的な表情にも通じる部分であり、視聴者はその一瞬に引き込まれたのです。今後も、平野さんのようなカリスマ的な人物が見せる自然な一面や、時折見せるユーモアが、視聴者にとって特別な瞬間として語り継がれていくことでしょう。そして、 それが彼の人気をさらに押し上げ新たなファンを引き寄せる要因となることは間違いありません現代のエンターテイメント業界においてこうした瞬間の力はますます重要な役割を果たしておりそれをいかにして視聴者と共有し楽しむかが今後の鍵となっていくでしょう